こんにちは。ティナ&ティム、アメリカ暮らしです。本日はお買い物はその132、確定申告は完了しました、という話です。今回はアメリカの確定申告についてお伝えをしたいと思います。このチャンネルはロサンゼルス在住、リタイア夫婦の日常をお伝えしています。ぜひともグッドボタン、チャンネル登録をお願いしたいと思います。さて、映像の方はいつもの通り、お買い物をはじめコストコということで、今そちらの方に向かっております。天気の方は非常に良くてですね、だんだん暖かい日が増えてきますね。4月になるとね、もう本当に夏のような天気になるという、やはりですね、4月が待ち遠しいというそんなね、状況であります。さてね、今日のお題、これは確定申告です。こちらでは、タックスリターンと言いますね。そして、アメリカ人の場合は、これ、ね、働いている人全員がこのタックスリターン、つまり確定申告をしなくてはいけません。ですのでね、この時期は非常に頭の痛い時期ですよね。非常に、たくさんある書類を、自分で作成して出すというのは、ほとんど不可能な話なわけですけれども、幸い、この国にはいくつか確定申告をするための、手立てっていうのがあります。で、前にもご説明した通り、確定申告の手立てとしてはですね、第一に、会計士にお願いする。これはね、会計士と連絡をして、会計士に言われた書類を用意して、あとは会計士が全部やってくれるという、非常に、簡単な方法であります。当然会計士の、費用も高めということになるかと思いますね。そしてね、もう一つ目が、自分でね、 PC のソフトウェアを買って申告すると、この方法がありますね。そして3番目がね、オンラインソフトを、ログインしてですね、そこから申告するという方法があります。で、今ね、こちらでご覧いただいているコストコでは、今説明した2番目、タックスを申請するためのソフトウェアというのは売っています。で、何社かあるんですが、私はですね、いつもターボタックスというソフトを使っていますので、今日はね、そちらをちょっとご紹介したいかなというふうに思います。で、こちらはね、コストコのオンライン販売のページですね。で、こちらで、ね、いくつかターボタックスのソフトは売っています。ですから、これをね、やれば、おそらくダウンロードだと思うんですけれどもね、自分の PC にダウンロードして、入れていくという形になるかと思いますね。で、いろいろね、コースがあって、コースというか種類がありまして、一番簡単な人から、4種類ぐらいあって、多分ですね、IRS、米国歳入庁の方に納付するものと、住んでいるステートに納付するという、この、2種類があって、どちらも含まれているのが、デラックスとかプレミアとかいうふうにあると思うんですが、私の場合はね、非常に簡単なので、おそらくですね、もうデラックスで十分じゃないかなというふうに思いますね。そういったね、ソフトを買ってやるという方法があります。ただね、私のこのソフト一回も買ったことはありません。それはね、やはりオンラインの方がはるかに楽だということです。で、値段的に見てみると、少しこちらの方が安いのかなとは思うんですけれどもね、ちょっと実際これを買って使ったことがないので何とも言えないですけれども、こういったソフトを買って申告するという方々もいるので、コストコの方では
これをね販売してるんじゃないかなという思います。で、私の場合はね、これはまあ買ったことがなくて、オンラインでサインアップをして、それからね、チュートリアに従って言われた情報を用意して自分で入力して、最終的にまあお金を払うのか、あるいはお金が返ってくるのかという、そういった状況で申告するということになりますね。で、私ね、ここに二十数年いて、最初の年はね、さすがにね何にもわからなかったので、これは会計士にお願いしました。で、その当時でね、やっぱり150ドルは払ったと思うんですけれどもね、会計士に、W2 という給与明細を出してくださいとかですね、何々の書類を出してくださいと言われて、それを送って、そして実際、会計士の方から、サインをしてくださいと言われて、申告してもらうということがありました。で、多分ね2年目ぐらいからはもうそれをやめてですね、このターボタックスというオンラインのソフトを使って申告するようになりましたね。ですからね、非常に簡単でありまして、自分の情報はもう1回入れればずっと、毎年その情報を受け継いでくれますので、入力する、作業っていうのはどんどん減りますし、自分の年もだんだん上がってくれば、それによってソフトもその年のことを考えながら、必要な情報っていうのを入れるっていう形で、非常にねオンラインソフトは楽だなというふうに思いましたね。そんな具合でね、私の場合は、給与で W2 という書類、それからあとは銀行のリスといっても本当にビビたるものですけどね、そういったものとか、そんなものを入力するだけで、これをねスタンダードデデュケーションという方法、もう細かいこと言わないで一挙にやってしまうという方法でいつもやっております。それはつまりね、私が申告するに関しては非常に簡単な類の人だから、簡単に処理できるということだと思うんですね。で、最近になりましてね、日本からの年金、あるいはアメリカからの年金、これがね増えましたので、当然それをね入力するというのも、このソフトは年でだいたいいろいろ判断をしてくれまして、申請書類もやはりリタイアメントというと変わってくるんですけれども、それも自動的にやってくれるという、至れる尽くせりという、そんなねソフトなので、今もそれを使い続けています。全員が全員それで済むわけではないとは思うんですけれどもね、たまたま私に関しては非常に簡単に申告はできておるという、そういった状況ですね。さてですね、実際にこのターボタックスでログインして入力できるというのは、毎年2月1日がスタートになります。ですから、この時にログインして、自分の情報、変わってなければですね、引っ越しをしたとか住所が変わったとか、そういったことがなければ、そのセクションはスキップして次に行けるということ、それから、もらっている、給与の金額がいくらであるとかですね、そして、例えば家を持ってるというのであれば家のデデュケーションとかですね、そういったものを入れるということになります。ですからね、私たちの場合はたまたまですけれどもね、例えば大きな病気をして、大変な金額を病院に払ったとかですね、そういう人だとまたこれはデデュケーションというのがあって、いろいろ難しくはなると思うんですが、幸いにもそういうことはないので、単純にね、処理はできたと思います。さてね、2月1日にログインして、入力をしました。それからね、2月16日まで、足りない書類があったので、一応待って2月16日に、ターボタックスで申請を完了しました。そしてね、2月23日に
カリフォルニア州政府からの還付金を受け取りました。そして、ね、3月4日米国歳入庁 IRS から還付金を受け取って、私の場合は3月4日に全て終わりましたという、まあめでたしめでたしということになりますね。そんなわけで、一応ね、この時期非常に大変な作業である確定申告は私の場合は終わったということになりますね。で、まあ私の場合はこの二十数年ずっと税金を払いすぎていたという状況にありましたので、全てね還付金が来るということになります。ですので、3月になると、まあ、払いすぎた税金は返ってくるということで、なかなか気分がいいんですけどね。これがねもしねあまり払っていなかったっていうことになると、次の年からはですね、予想の金額を確かね4回に分けて払っていかなくちゃいけないっていうことで、これもね、3ヶ月ごと払うと面倒くさいですよね。ですからね、まあ、今後も多分、税金を払いすぎるという状況にしてですね、そして、還付金を受けるという、まあね、1回で済んでしまうという、そんなやり方を今後もやっていくかと思いますね。というわけでね、私はオンラインのタボタクスというソフトを使っております。本日はね、お買い物はその132、確定申告は完了しましたというお話でした。それではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。